原6度再生。12平均率において、この音程は完全五度再生と同一である。西洋文化のクラシック音楽における原6度は、単6度を半音分狭くすることで生み出される音程である。例えば、A から F の音程は半音8つ分の幅の単6度であり、A から F と A から F の音程はどちらも半音7つ分離れている原6度である。 現じられているため、弦六度は、共和的な完全五度と、等価な音程であるにもかかわらず、不共和音程と考えられる。弦六度の展開型は、増三度であり、その異名動音は、完全四度である。ひどく不共和な弦六度が、ピタゴラス音律、または、中禅音律を使って、楽器を調律した時に観察される。典型的には、これは、G と、 E との間の音程である。これが狼のうなりのようであり、また5度と異名動音であるはずなので、この音程はウルフの5度と呼ばれる。純正率の5度は完全1度と完全8度の次に最も共和的な音程であることに注意。A.B. ンワードセッカー、ミュージック、インセオリープラクティス、ボリューム I。 p54-978 から0から07から294262から 0-specific example of and d6 not given but general example of minor intervals described ハルスク・ヤンザ・マッセマティカル・セオリー・オブ・トーン・システムズ pxb 0から824747143クラシック・ディミニッシュト・シックスス・ホフマン・ fa ミュージック イッツセオリー＆プラクティス P89 から90サーゲート＆サンズディジタイズドオーガスト16 2007ベンワード＆セッカー P92 ありがとうございます。